ウイルスバスター。ウイルスバスターとは、トレンドマイクロが開発するインターネットセキュリティスイートである。日本国外では、トレンドミクロインターネットセキュリティ、PC-cillinインターネットセキュリティなどの名称を使用している。当初は、ウイルス対策のためだけのソフトであったが、現在は、個人情報を盗むスパイウェア、フィッシング詐欺、個人情報漏洩などを防ぐことができるインターネットセキュリティスイートに成長している。日本国内では常に売上ランキングの上位に位置し、2009年から2018年まで BCN アワードでシェア1位を獲得している。本項目では特に断りのない限り、日本での個人向け製品であるウイルスバスターシリーズについて解説する。なお、ハンガリーのシャモバイラスバスターインターネットセキュリティという同名の製品をリリースしていたが、トレンドマイクロや本製品とは無関係である。バイラスバスター社は2012年に廃業しているため、2018年現在では混同されることはほとんどない。販売形態はパッケージ及びダウンロード販売である。2007以降の家庭向け製品では一つのシリアル番号で同一家庭内の3台のパソコンまで使用できることも大きな特色である。これに伴い、2007以降は1年契約の場合の年会費が3150円から4725円に引き上げられることになった。また、年会費が支払われていれば年度ごとの最新版は無料でダウンロード及び使用が可能ある。なお、2008からは、同一法人に対しても1シリアル3台まで使用可能になった。Android 用と iOS 用のアプリが開発されてからは1シリアルで3台までの台数にスマホやタブレットも含まれるようになった。1991年8月最初のウイルスバスターを日本でも発売開始。1992年8月、ウイルスバスター2を発売。1992年12月LAN対応のウイルスバスタープロを発売。1994年12月ウイルスバスターバージョン5を発売。1994年12月 NEC PC-9800 シリーズ対応のウイルスバスター98を発売。1995年11月ウイルスバスター95を発売。以降、製品名に年表記が入るようになった。1996年2月17日、Windows NT ワークステーション 4.0 対応のウイルスバスター NT4 ワークステーションを発売。1997年8月22日、ウイルスバスター97を発売。MS-DOS、Windows 3.1、Windows 95、Windows NT に対応。1998年6月26日からウイルスバスター98を発売。4年前の NEC PC-98 シリーズ向けのものと同一の名前だが、こちらは西暦に由来する98である。このバージョンからは Windows 95、98向けとなり、NEC PC-98 シリーズなどでは動作しない。1999年9月17日からウイルスバスター2000を発売。2000年9月8日からウイルスバスター2001を発売。2001年11月2日、ウイルスバスター2002を発売。ブロードバンド対応としてファイアウォール機能が強化された。2002年11月1日、ウイルスバスター2003を発売。2003年10月24日からウイルスバスター2004インターネットセキュリティを発売。このバージョンからウイルス対策のためだけのソフトではなく、包括的に保護できるインターネットセキュリティスイートであると名乗るようになった。2004年10月22日、ウイルスバスター2005インターネットセキュリティを発売。2005年11月2日、ウイルスバスター2006インターネットセキュリティを発売。2006年9月22日、ウイルスバスター2007トレンドフレックスセキュリティを発売。2007年10月26日からウイルスバスター2008を発売。2008年9月19日からウイルスバスター2009を発売。2009年9月4日からウイルスバスター2010を発売。ウイルスバスター for Mac も同梱し、同一ライセンスで使用できる。2010年9月3日から、ウイルスバスター2011クラウドを発売。クラウドコンピューティングを利用して、ウイルスパターンファイルの大半を同社サーバーに置き、パソコンへの負荷を低減するスマートスキャン機能を採用した。それに伴い、プログラムがゼロから書き直され、パーソナルファイアウォールなどの一部の機能が改良されている。2011年9月2日、ウイルスバスター2012クラウドを発売。2011年9月2日 Android 向け、セキュリティアプリ、ウイルスバスターモバイル for Android を発売。2011年11月内部バージョン5のウイルスバスタークラウドがリリース。2012年9月7日からウイルスバスタークラウドを発売。このバージョンから製品名に年表記やバージョンが入らないようになった。2013年10月3日からウイルスバスタークラウドの最新版を発売。2014年8月内部バージョン8のウイルスバスタークラウドがリリース。2015年9月4日からウイルスバスタークラウド10を発売。Windows 10に対応した。2016年9月1日、ウイルスバスタークラウドの最新版を発売。名前は数字のつかない以前の表記に戻った。2017年9月8日からウイルスバスタークラウドの最新版を発売。2018年9月13日からウイルスバスタークラウドの最新版を発売。2005年、平成17年4月23日7時33分から以下の製品向けとして配布されたウイルスパターンファイル 2.59400 に問題があり、Windows XP SP2 など、特定の Windows 環境で適用し再起動すと、CPU 使用率が 100% となり PC の動作が極端に遅くなる不具合を生じさせた。同日9時2分に配布を中止、10時51分に修正版、ウイルスパターンファイル 2.59600 を公開した。翌24日には会見を開き、原因はこのバージョンで新しい圧縮形式に対応したが、この検査機能にミスがあり、特定の条件下で処理が無限ループになってしまったことであること、また人為的ミスでテストが行われずにリリースされていたことが説明された。また、問題の 2.59400 を削除するツールをインターネットで24日11時から配布。25日以降に家電量販店などで CD-ROM でも配布した。またオンサイトでのシステム復旧サービスを無償で実施した。4月27日、以下のように保証することを公表した。個人ユーザー、法人ユーザー、問題のバージョンをダウンロードしたユーザーは、国内だけで約17万件であった。復旧サポート向け窓口として設置した、復旧費用ご相談窓口の利用者数は5月9日から6月15日の総計で、個人ユーザーが 28,300 件。法人ユーザーは700件だった。また、この問題は Windows の起動時にコンピュータが停止状態に陥ってしまうケースが多く、また、情報の提供や問題修復ツールの配布はインターネットを中心に行われていたことから、情報を必要とする利用者に十分提供できなかったという側面もあった。2011年2月14日、ローカルにアクセスしている攻撃者がカーネル内で任意のコードを実行できる脆弱性が存在することを公表し、修正モジュールを公開した。脆弱性の存在が確認されている製品。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。